みんなは掃除好きですか？僕は掃除大好きです。なので、ね、今回はロブロックスの世界をピッカピカにしていきたいと思います。じゃあまずはね、こっち向かっていこう。てか謎の装置背負ってるね。よし、じゃあまず階段買おう。ここそして、おお、階段が現れた。いや、汚ねえな。何この茶色いの。え、もしかして、うか？え、ちょっとこれ、ここをクリックして、パワーウォーシャーを装備。あ、来た来た。え、何これ？あれ？なんか片腕がなくなってない？あ、出てきた出てきた。いや、片腕の曲げ方。まあ、こんな感じで、狙いを定めて、綺麗にしていくのかな？おー。これ多分水が出てて、こうすると、汚れが取れていくね。てか、この辺見て。全体的に、ウコウがこびりついてんだけど、ちょっとこれピカピカにしていかないとね。で、水がなくなったら、ここの噴水で、あ、水を、またね、汲んでいって、おお、水のエネルギーが溜まっていく。そしたらまたここで、よいしょ、シューってやってね。いや、この上の方まで全体的に汚いな。これすべてピカピカにするの結構大変だな。でもなんかこの辺綺麗になってきた。ピカーンってするね。ある程度汚れ取れると、あ、ピカーンってして、あ、綺麗になっていく。よーし、またね、水チャージして。水をチャージしながら綺麗にするっていう技もあるね。あれ、でもなんか水チャージできてないな。まあ楽はせず、歩いてちゃんとね、掃除するか。うわ、でもこれ、綺麗になっていくとこ、なんかずっと見ちゃうな、こういうのを。おお。で、しっかりこの壁の方もね、汚れ落とさないと。この辺汚いなぁ。なんかちょいちょい汚れが残ってきたんだけど、こういう細かい汚れも全部取っていくのって大変じゃない？まあでも頑張るか。よーし、今回はね、このゲームやり込んで、掃除の神目指していこう。さあみんな、掃除の神になるために、高評価の力を分けてくれ。うおー、みんな高評価ありがとう。さあ、なんだ、え、これ完成した？え、なにこれ？あ、次の場所が出てきた。え、待って、まだ汚れ残ってんだけど。え、ちょっと待って、これも綺麗にしていきたいな。ちゃんとピッカピカにしてから、次進んでいきたいよね。あ、でも綺麗になってた。おー、完璧に綺麗になったんじゃない？やったー。じゃあちょっと、これ水、チャージするのね、大変だから、無限のタンク手に入れよう。あ、でもこれ30秒限定なんだね。よし、じゃあ今回ね、30分か。30分限定だから、30分間このゲームやり込もう。じゃあ新しいフロア買って、おー、なになに？いや、汚ねえな。うんこだらけ。なになに？おー、あれ？あ、20分さらに、無限の水手に入れた。あ、なんだ、ここで手に入るんだね。じゃあ買わなくてよかったのか。まあいいや、もうこのゲーム50分やろう。よっしゃー。じゃあ綺麗にしていくよ。うおー。見てこれ。やっぱこういうのって、こうやって端から掃除していくのがいいんじゃない？これがプロの掃除のやり方。さあ、ここからもう一度、おー。几帳面にできてるよ。これが、A 型の力でもあるからね。わあ、僕 A 型でよかった。どんどん綺麗になっていく。よいしょ。それでは、几帳面神プレイやっていこう。うおー、この速さ。この速さなら一瞬で全体的に綺麗になるんじゃないかな。うおーい。いや、雑だな。汚いな。全然綺麗になってないし。やっぱちゃんとね、こういう、端からまっすぐピカピカにしていくことが大切だね。オッケー。あ、こういうやり方もいいかもしれない。ここね、立ちながら、横から順番にピカピカにしていくと、おー。さあ、もうこれで、この辺綺麗にすれば、半分いくんじゃない？てか、これ、広そうだな。多分家作ってると思うんだよね。そりゃあ、行きましょう。あ、よいしょーと。よし、あとこの辺だけだ。あ、なんだ？ピカンってなった。あ、床が綺麗になったって出たよ。待って、まだまだ横に残ってるよ、この辺。ちゃんと全て綺麗にしてからね。
よし、これ完璧になったんじゃない？オッケー。いや、なんかすっきりするな。もうこんなピカピカにするとね。さあ、床をピカピカにしたということで、次は壁。え、どうなる？おー。いや、汚れて出てくるね。え、もっとピカピカになって出てきてほしいんだけど。今回すべて汚れて出てくるよ。まあ、しっかりピカピカにする仕事を頑張るか。おー。うまくなってきてない？綺麗にする。このやり方。え、よく見たらこれ。タコの口から水出てない？あ、気のせいでか。よし、早くもこの辺綺麗になりました。オッケー。細かい場所もしっかりね、汚れを落として。ちょっとこの辺汚れ残ってんな。立体的だからね、横顔をしっかり綺麗にしていかないとね。え、てことはこれ、後ろ、よかった。後ろも汚れてるかと思ったよ。後ろは全く汚れなかったね。いや、外側の方がなんか汚いイメージするんだけどね。さあ、これがタコの力、そしてタコボンドの力、そしてみんなが高評価を教えてくれた高評価の力、オッケー。あ、壁きれいになったね。そうすると収入もちょっとずつ増えてきてるね。じゃあ次は真ん中の壁。え、これもしかして、おー、やっぱ汚れて出てくるね。なんでいつもうんころついた状態で出てくるんだ。てか何これ。あ、汚れの場所を教えてくれるんだね。いや、もう教えてくれなくてもわかるからね、こんな汚れてたら。でもこれ見て、これが几帳面の動き。オッケー。綺麗にするスピードも速くなってきてない？おー。掃除は僕にお任せください。じゃあ反対側をね、綺麗にしていきましょう。おー、いいねいいね。なんかもうやめられなくなってきたな。じゃあ次、ここの壁もやっていきましょう。これも多分汚れて出てくるんだろうね。おー、汚いなー。おー、掃除を与えてくれてありがとう。汚いのはもう僕にお任せください。それでね、これピッカピカにしていくからね。もうピカピカにするこのスピードを。よし、綺麗になってきたねー。でも地味にこれデコボコしてるから。こういう横のね、段差とかが、結構汚れてんだよね。よし。え、これ何？なんかスイッチがある。押してみよう。これなんか電気をつけるスイッチなのかな？まず何も起きないね。お、ここの壁も綺麗になった。やったー。え、じゃあ次これ、対応します。何これ？え？え、何が出てきた？これ？え、何これ？汚れてないんだけど。え、汚れてないのが出てきた。まあ、一旦お金回収しよう。おいしょー。え、なんだ？ここの銃。あ、新しい武器変えたりできるのかな？ロケット、オースプレイ。あ、変えたー。新しい銃変えた。さらに、マックススプレイは？あ、これはちょっとお金足りないね。え、とりあえずでもこれロケットオースプレイになったよ。おー。なんか水鉄砲みたいなんだけど。まあ、水鉄砲だよね。いや、でもこれで、なんか水の出る範囲も広がってそうだよね。てか、汚れが全然ない。じゃあ、ここ買ってみよう。対応します。これ、あ、柱なんだね、これ。てか、綺麗なんだけど。え、ちょっと汚れを出してくれよ。僕のやることがなくなっちゃう。でもよく見たら、上の方、めっちゃ汚かった。この辺綺麗にしていくわ。よし、じゃあお金を一旦回収して。じゃ、今度はここのテレポート買ってみようかな。これどういうこと？買った。え、これで、ね、ワープするってこと？行ってみよう。おー！別の世界にやってきました。街だね。え、街でも、新しい建物をきれいにしていくのかな？え、とりあえずまず簡単からやってみよう。これ OB 系？あ、これもしかして、クリアすると、なんか能力がつくってことなのかな。オッケーよ。よし、ノーミスでクリアしていきたいね。簡単なくせに、めっちゃむずそう。やー。よし。ミスやっていけよ。いいよ。よいしょ、あれー。はい、よいしょ。せい、
せよけー、乗り越えた。さあ次は一体どんなむずいステージになってんだ。この辺はジャンプで乗り越えられる。あれ、これゴール。よっしゃークリアー。で、マネーブースト 1.5 倍になった。おお、よしよし、結構お金が入るようになったよ。さあこれでじゃあ一旦ワープして、さあどうなった、これ回収して、あ、1000ドル超えたね。いろいろ買えるよこれで。柱買って、あ、窓、これもしかして、うわ、やったー、うんこの汚れがついて出てきたー。オッケー、仕事が増えたー。もう綺麗な状態で出てくるとね、やることなくなっちゃうからね。汚れて出てきてくれてありがとう。あーしゃ、ピカピカにしていくよー。うおー、ピカピカにする作業、もう365日24時間やっていきたいからね。うわ、綺麗になったー。早っ。もう気になっちゃったよ。こっちもまだあるかな？あるねー。そう、それでは、行きましょう。はい、よいしょー。さあ、見てください。こっちの窓もピカピカになりましたー。おー！家が、できてきた。こんな綺麗な家、住んでみたいなー。めっちゃ広いしねー。さあ、次の汚れの場所はどこだ？この辺は、ちょっと、上の方汚れてた。じゃあ次はここの階段だね。よいしょー。そう、来た来た、わー。え、待って。2階への階段。え、これはこれで普通にいいんだけど、このデザイン。汚れててもいいなー。ちょっとピカピカにしてみよう。おー。あ、でもやっぱりピカピカな方がいいね。よいしょー。これめっちゃ汚れてたー。もう全体的に汚れて出てくるからね。ありがたいなぁ。仕事を与えてくれてありがとう。よいしょー。でも、階段だから。で？でこぼこしてる分、掃除も大変だなぁ。この辺も綺麗にしていかないといけないからね。もういろんな方向を見ながら、綺麗にしていかないと、これ全体的にピカピカにならないからね。とりゃー、うおー、綺麗なれ、綺麗なれ、よいしょー、この辺さ。だいぶもう汚れ落ちてきたと思うけど、ピカンってなんないね。ピカンってなんないと次進まないんだよね。あ、なったなった、おー、階段綺麗になった、やった。さあ次の汚れはなんだ。世界をピカピカにしていくからね。ライトだね。ライトは、あ、汚れて出てきた。やっぱ汚れてんだね、これも。でもこれだけ、これだけならもう一瞬でピッカピカにできんじゃない。でもいろんな方向から見てこれ掃除していかないといけないからね。おいしょー、ピカンってなんないぞ。下の方も汚れついてた。細かいなー。あ、よっしゃ、ピカンってなったー。で次はここ、おー、暖炉ね。いや、なんか家の中のものも増えてきたねー。キーキー。おお、暖炉も汚れてるけど木も汚れて出てきた。木も水で綺麗にしていかないといけないんだね。いや、水分めっちゃ含んだ木って、燃えにくそうだけどね。お嬢、でもどうだ？ピカンってなれ。なんだ、どこが汚れてんだ？あなたた、オッケー。お嬢。うおー、暖炉ピカピカになれ。よいしょー。よし、暖炉綺麗になりました。うわ、住みたくなってきた。豪邸だね、もうこれ。まあ、買うものすべて汚れて出てくるんだけどね。まあ、ピカピカにすれば、もう新品みたいなもんだからね。綺麗にしていくよ。おいしょー。さあ、この辺も買っていってと。さあ、この本棚も、水の力で綺麗にしていこう。いや、本びちょびちょになる。まあ、うんこのついた本より、水がびちょびちょのになった本の方がいいよね。よいしょー。まあ、どっちも嫌だな。じゃあ、ここのハードオービーやって、能力をつけていこうと思います。ハード結構、いい能力つくんじゃないかな？ノーミスでやっていくよ。オッケー、慎重に進んでいこう。さあ、これはどうなってんだ？上をジャンプね。あれでも、簡単モードより簡単じゃないこれ。え、これハードモード？めっちゃ簡単なんだけど。スラスラ進める。
細い道。なんだかんだこういう、あ、でも、壁怖い。よしよし、乗ってる乗ってる。いいよ、落ちないようにしよう。オッケー。あ、でも、なんだかんだこういう細い道って、進めるんだよね、落ちずに。いや、簡単じゃないか。これは、細いね。オッケー。いや、いけるいける。うおー、怖い怖い。掴んだ。危ない。落ちるとこだった。どんな時でも、油断はできないね。え、待って、これ。オッケー。これ、どうしよう。こっち?いいよ。なんかそっちにも乗る場所あるよね。よいしょ。とりあえずこっちから行こう。オッケー。じゃあ、ジャンプで、乗り越えた。さあ、ここは?いいよ。簡単だね、ここ。うお、行けたー。ノーミスー。よし。あ、8分間。マネーブースト2倍。おっしゃ、これ結構いい能力ついたよ。そしてやば、お金貯まるスピードやばいな、速いな。さあ、この辺も全部買えました。おお、ソファーとかも出てきたね。もうすべての家具が全部汚れて出てくる。でも綺麗にするスピードはこの速さ。お掃除は僕にお任せください。ピカピカになりました。やーこの辺も神プレイやっていきましょう。さあ、まずは汚れを出してからの、いきます。おおー、やっぱ安いてくさ。うわ、待って、天井も出てきた。うわ、これ掃除すると大変じゃない。あの明かり、水はでも届くね。さあ、こっから、うおー、天井に水を垂らしてよ。ウェイ。さあ、次買う場所はここだね。風呂は高いね、これ。まあ、買おう。さて、これもしかして、うえぇ、新たな部屋が増えた。大変すぎでしょ、このゲーム。広。もう端から端までびっしり、うんこがこびりついてんね。もう掃除はやだ。もう今日はね、この辺で終わりたいと思います。それではみんな、じゃあね。